溶ける。溶ける。溶ける。世界に訪れるもの、時代をさまようもの、あらかじめ予言されていた歴史にとどまるもの。彼らは何度もその世界を追うだろう。それは神という食材に操られた軍師の世界。静かなる水の幻影、揺れる波の黄昏、ゆらゆらと漂う反射が生み出すディオラマ。そしてまたそこに次の歴史は波紋を広げるだろう。教えてあげるよ、知りたいなら。君は溶けてなくなり、君は惨殺されていなくなり、君はやがて二方の夢へと溶ける。何度でも告げる。この世界は作られたもので真実ではないということを。忘れたのなら何度でも思い出せばいいの。新しく作り直すんじゃなくて、どうか思い出して。この思いも記憶も全部偽物だとしたら、どこへ帰ればいいのだろう。恐れながら何かを知れば、何か大事なものを失うような気がして。時を巡りながらこの青く深い世界へと落ちていく。何度でも。いつかあの透明な水面の上へたどり着けるように祈りながら。南に君臨する黎明の女王をあがめよ。東に君臨する学士の王をあがめよ。北に君臨する壮麗の王女をあがめよ。西に君臨する海藻の王子をあがめよ。繰り返される。それはロマネスクの歯車の一つを打ち落として生まれた真実。そしてやがてつながるは幻想の舞台、輝ける祭壇のいざないへと。生まれてきたからには理由がある。そして私たちはまた帰る、あの深き森の中へと。いいえ、森であった水の中へ。ベータースタリスク、花落ちる黎明の水底にて。それは水底で眠る魂たちの未来を示す聖なる鍵となるだろう。